おとなしくしていろよ。お前を落とすことなど造作もないことだからな。ほら、風を感じるか。そうだ、今お前の背中には支える地面がない。このまま少し力を入れればお前は落ちて死ぬ。俺の手が支えていなければな。苦しいだと？いいのか？手を離しても。まさしく首根っこを捕まえている状態だが、これでお前は生きながらえているというのに。震えているな。体中に快感が渦巻いている中でも怖いと感じるんだな。死にたくないと言うなら、おとなしくしておけ。俺の邪魔をすることは許さない。わかったな。恐怖を感じているとき、お前の血はどんな味になるんだろうな。本当に興味が尽きない。次はここだ。心臓のそばはさぞかし勢いよく血が吹き出すだろうな。動く心臓を引きずり出して直に吸ってやってもいいが、俺はあまり人間の血で体が汚れるのは好きじゃない。血を吹き出されても迷惑な話だからな。胸のそばで勘弁してやろう。ここは胸骨が邪魔をするな。まあいい。恐怖を感じている時も、なかなかうまいな。どうした？顔が真っ赤じゃないか。いい気分だろう？地上の星を眺めながら男をはべらせている気分は。うん、苦しいから手を離せ。なんだ、落ちることを選ぶのか。わかった。なんだ、ダメ？どっちなんだ。俺はまだまだ血が足りない。本当に手を離してほしいというのなら仕方がない。地上に戻してやってもいい。恐怖を感じている時の血も味わえたしな。そうか、わかった。お前が話すことを望まないのであれば、俺はこの手を離さない。ああ、胸から血が溢れ出してくるな。俺を惑わす毒が、まるで赤いバラのように咲き乱れている。
か、別物になったような感覚だ。これがお前の罠か。そうなんだな。Hmm.